ええ、トリニティの基地がある。ねえジョナ、一体何があったの？何も壊さないでって言ったでしょ。アビ、これには深いわけが。後で話そう。ララ、無茶はするなよ。トリニティはピリピリしてる。でもここにいたってことは先を行かれてる。とりあえず進む道は合ってたのね。ドミンゲスが正しければ先に箱にたどり着かなきゃ。クロフトの娘は父親に比べ頭脳派より行動派であるようだ。知的能力は高いものの、探し求める遺物の意味や歴史はそれほど重視せず、危険を厭わない傾向が強い。子供も家族もいないため、彼女は自由に目標を追うことができる。その情熱は何かに取り憑かれていると言ってもいい。これにより彼女は衝動的、あるいは予測不可能に見えることもあるが、その意欲と性格は彼女をより大きな挑戦に向かわせやすい要素となり、有用な結果をもたらす可能性も非常に高くなるだろう。リチャード・クロフトがトリニティに隠していた情報を彼女が持っているとしても、それはおまけに過ぎない。優秀な人材として彼女を採用することを推奨する。分かってる。理由を聞いてるんだよ。俺の立場じゃ分からん。警察隊が到着したら何か教えてもらえるかもな。事後報告書、ドミンゲス博士。探索場所、ガイアナ、マザルニ川。 5.816587-59.468158。マヤ人移住の証拠を発見。その後の調査により、この地ではこれ以上の情報が得られないと判断。実施済み対応。川の流れを変えて現場を浸水。雇った地元の労働者を処分。駐留の痕跡をすべて消去。その他、近隣の村で騒動。壊滅措置が必要。エリアを隔絶。現場を浸水。不自然さは見られない。南米河川の水位上昇は気候変動が原因だとメディアに植え付けた。
コルベニール、こちらローク司令官。封鎖完了したか。あと一息です。出入りできる場所は制圧し、バリケードもほぼ完成しました。あと一息では不十分だ。今すぐ水も漏らさぬ防御線を確保せよ。了解です。一体何が起きているんですか。偵察隊が向かっている。ローク、アウト。何人くらい降りた。降りたってそれっきりか。こんな時にフラフラいなくなるなよ。感じがする。ごちゃごちゃしすぎだな。視界が悪すぎる。おい、どこ行った。待つだけだ。妙だよな。問題があったのは地下なのに、どうして地上からの脅威を警戒するんだ。別に変じゃないだろう。まずいことが起きたら対応するだけだ。神殿の方も警戒してる。どうなんだろうな。いつの間にか話がかなり大きくなってる気がするが、あの嵐以来何もかもにビビりすぎだ。偵察隊と一緒にディーコンも届けばな。いい奴らだったのに。いや、過去形にするのは早い。冗談じゃない。下で何があったと思う。こうやって見張りをつけたってことは絶対襲われたんだ。何に襲われる。下には何もない。そうか。俺たちは何かを探していたじゃないか。その何かが実はヤバいものだったら。嫌なところだな。まるでゴーストタウンだ。警察隊が状況をつかむだろう。
おかしくなりそうだ。壁が崩れたとか地下にいるとか連絡が途絶える理由は多々ある。おい、確認してくる。きっと何か見つかるはずだ。ここには何もない。基地へ連絡する。待機しろ。警察隊が状況を掴めた。一体どういうことだ。俺が行こう。何かおかしいぞ。ジョナ、トリニティは油田の下で見つけたものを恐れてるみたい。そいつを調べるかい。ええ、何を見つけたか探ってくる。うん、これは無理ね。もう持てないわ。
ここで大勢死んだみたい。何があったの？ドミンゲス博士、クワク役の外の神殿に侵入地点となりうる地点を確保、掘削機械を搬送中。死から生、新月から満月の間、この神殿は銀の箱の守護者となる。
ジョナ、神殿の中に入ったわ。こっちも何か見つけた。数字みたいだな。埃を払ってみる。柱の数字は日付の前半みたい。左にイシチェル、右にチャクチェル。文字を合わせないと。開けられるかも。